ドラマ、美食探偵明智五郎、日本テレビ系、毎週日曜22時30分、の公式インスタグラムが10日、この日27歳の誕生日を迎えた志田未来の可愛すぎるセーラー服姿を披露した。この投稿にファンからは、まだまだ女子高生いけるって奇跡、まだまだ制服姿もナチュラルの域、と絶賛の声が集まっている、写真。27歳には見えない、志田未来の可愛すぎるセーラー服姿公式が、本日5月10日は志田未来さんのお誕生日ですおめでとうございます、と投稿したのは、紺色のセーラー服を着用した志田のキュートなソロショット。志田がにっこりと微笑む透明感あふれる一枚だ。続いて、着こなす制服姿かわいい。と感想を述べながら、第5話はリンゴこと茜ちゃん再登場、とアピールしている。本作にて志田は青森のリンゴ農園を営む家に生まれ、浮気した彼氏をマグダラのマリア、小池栄子、に殺してもらったことで、マリアの仲間となる、リンゴ、を演じており、写真は撮影中に着用した衣装であることが伺える。コメント欄には、誕生日を祝うファンの声が殺到しているほか、この、奇跡の制服ショット、に、とっても可愛い、制服お似合いです、といった称賛が多数寄せられ、さらには志田が出演し2006年に放送されたドラマ、14歳の母を思い出す、との声も届くなど、大きな盛り上がりを見せている。引用、ドラマ、美食探偵明智五郎、公式インスタグラム、@bishokuunderbar ntv。